ウマ娘、プリティーダービーは、サイゲームスによるスマートフォン向けゲームアプリと PC ゲーム、および、それを中心としたメディアミックスコンテンツ。略称は、ウマ娘。ジャンルは育成シミュレーションゲームで、競争馬を萌え基人化したキャラクターである、ウマ娘を育成し、トゥインクルシリーズと呼ばれるレースでの勝利を目指すという、内容。ゲームアプリは当初は2018年冬。 リリース予定としていたが、2018年12月に配信の延期が発表され、未定期間を経た後、2021年2月24日より配信を開始した。またゲームの配信に先立つ形で、コミックや CD、テレビアニメなど多角メディア展開が行われており、隠し漫画がサイゲームスのウェブコミックサイト、サイコミで掲載。 2018年4月から6月にかけては、テレビアニメが放送され、本作のスピンオフ4コマ漫画、ウマ4も2020年7月より放送されていた。発表当初はかつてバンダイナムコエンターテインメントにて、アイドルマスターシリーズなどに携わった石原昭宏が、コンテンツプロデューサーとして、制作指揮を務めていたが、石原は2019年4月をもって、サイ・ゲームスを退社。 それに伴い同職も退任している。本作に登場する馬娘の名前は、その仕様に際して全てパッシュに許諾を得た上で、使用している。プレイヤーがトレーナーとなって、馬娘を育成し、トゥインクルシリーズに出走させて勝利し、多くのファンを獲得することが、ゲームの基本的な流れとなる。ゲームでのストーリー機能は主に、チーム、シリウスの奇跡を描く、メインストーリー。 馬娘とトレーナーの出会い、交流を個別に描く、馬娘ストーリー、過去のイベントのストーリーなどが含まれる、エクストラの3種類が存在する。チームシリウスを舞台に、各賞ごとに一人の馬娘にスポットを当てる。また、ストーリーを全話閲覧すると、主役となった馬娘のサポートカードを受け取ることができる。各賞ごとに、フィーチャーされた馬娘は、以下の通り、 馬娘とトレーナーの出会いやスカウトまでの経緯、及び、スカウト後の交流を描く。ストーリーを閲覧できるのは所持している育成馬娘、のみであり、親愛度を上げることで徐々に解放される。キャラクターごとに全7話が実装されている。本校におけるキャラクター区分については主にアニメに、準じる。背景設定はメディアによって異なる部分が多いため、固有のものは、別個に記述。 作品によって性格などに大きな差異がある場合もある。チームスピカアニメ第一期で主人公格のスペシャルウィークたちが所属する新進気鋭のチーム。ボス的存在のゴールドシップを筆頭に気質に何のある問題児が集まっているが、その潜在能力は計り知れない。過去にはトレーナーの放任主義に反発した馬娘が次々に、 チーム折り脱、つ、所属する、馬娘が、ゴールドシップ一人だけとなり、チーム存続が危ぶまれる時期もあった。チーム、リギルを超えることを目標にしている。アニメ、シーズン2では、チームメンバーの数々の活躍により、他のチームから目標にされるまでになっている。チーム、リギルアニメ一期において、トレセン学園最強と目されるチーム。 メンバーを募る際には入部試験が行われ、入部希望者の中から最速のタイムを出した者の,のみが入部できる。三冠馬娘を二人も要するなど、メンバーには早々たる馬娘が名を連ねる。アニメ、シーズン2においては、個人で登場する者も,もいるが、チームという形では物語に関わらない。チーム、カノープスアニメ、シーズン2から本格的に登場するチーム。名前だけは、 アニメ第一期の食堂のポスターで登場している。突出した能力を持つメンバーはいないが、目標を打倒、スピカとしている。BNW、馬箱第4コーナーに、収録の新作アニメ、BNW の誓いで、主人公格の馬娘。アニメ、シーズン2にも登場する。同級生で、仲が良い3人組で、それぞれの頭文字から、 BNW と呼ばれる。アニメ本編登場馬娘テレビアニメ版にて、レギュラーキャラクターとして登場している馬娘。シンデレラグレイ登場の馬娘漫画、シンデレラグレイに登場する馬娘。八重の無敵、メジロアルダン、桜千代の王、シリウスシンボリは、本作で、初登場となる。ゲーム登場馬、娘ゲームにて、育成馬娘として登場する馬娘。 オリジナルの馬娘アニメ版、ゲーム版では、この他にもレース中に、多数のオリジナル馬娘が登場している。本項目ではシナリオに大きく関わるキャラクターのみを、記載。シンデレラグレイのオリジナル馬、娘トレセン学園の人物その他関係者、シンデレラグレイの登場人物3人の馬娘を、ピックアップし、3人のソロ曲とユニット曲、馬娘共通のテーマソング、 馬ぴょい伝説の参加馬娘バージョン CD ドラマを収録したミニアルバムゲームに関係する楽曲を収録第1期は2018年4月から6月まで関西テレビ東京 MX 他にて放送された第2期馬娘プリティーダー B ーシーズンには2020年9月に制作が告知され2021年1月から3月まで 関西テレビ東京 MX 他にて放送された。短編アニメ、うまンが2020年7月から9月まで東京 MX 他にて放送された。原作の漫画とは異なるオリジナルストーリーとなる。エンディングテーマは月ごとに曲が変更される。同作では次回予告を3は記載しているが、この中の一つを、放送と表現する。ウェブラジオ、パカラジッ。 馬娘広報部のタイトルで2016年11月11日より響きラジオステーションにて配信開始2019年4月26日更新の第85回をもって更新終了パーソナリティは脇あずみ、高野まりか、まちこテレビアニメ放送に合わせて2018年4月6日から2019年1月18日までの間 アニメ版と少子特別編成で全42回放送された。2019年1月25日より通常編成に戻っている。過去の放送はニコニコ動画、ウマ娘チャンネルで視聴することができる。ゲストウェブ動画、パカチューブのタイトルで2018年3月25日より YouTube にて配信されている。毎週月曜と水曜にアップロードされている。 馬娘宣伝担当のゴールドシップがバーチャルユーチューバーとして出演している。また、テレビアニメの制作委員会参加局の一つである関西テレビ放送の競馬関連番組公式 YouTube チャンネル関テレ競馬でも2021年3月29日に本作品とのコラボレーションで長年競馬実況に携わってきた杉本清と吉原貢献、服部トリ 上田瞳、前田香里,里による対談動画を公開している。テレビ番組2018年の NHK マイルカップからそのレースに過去優勝した競争馬の馬娘のイラストが本作公式ツイッターに掲載されている。一部当該レースに未出走、または未勝利の馬娘や当該レースの急勝時代、または格付けが GII 以下だった時代に優勝した馬娘が、 含まれる場合がある。2020年の天皇賞以降は、馬四に登場したようなデフォルメキャラクターのイラストに変更されている。馬娘版、馬四版本作品を用いた二次創作に関しては、本作品自体が実在の競争場をモチーフにしていることもあり、作品公式サイトにおいて以下のように告知し、注意を呼びかけている。キャラクター並びに、 モチーフとなる競争場のイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです。本作品には実在する競争場をモチーフとしたキャラクターが登場しており、許諾をいただいて場名をお借りしている場所の皆様を含めたくさんの方の協力により実現している作品です。モチーフとなる競争場のファンの皆様や、 場所様及び関係者の方々が不快に思われる表現、並びに競争場または、キャラクターのイメージを著しく損なう表現は、行わないようご配慮くださいますようお願いいたします。サインゲームス、応援してくださっているファンの皆様に、ご注意いただきたいことこれに付随する事例として、西のフラワーや成分スカイなどを所有していることで、知られる、 西山茂げが2021年4月23日に自身のツイッターにおいて本作品の二次創作に関しては成人向けを含めて容認する趣旨の発言を行ったがこれを一部ユーザーが競争場のイメージを著しく損なう表現を含めて何でもありと解釈したコメントを寄せたため態度を一変させ所有場を元にした馬娘の二次創作を 全年齢向け含め全面禁止する旨を示した。西山はその後、作品は全年齢向けでなのでそれならば構わない。それ以上のことは答えようがないので、運営会社からガイドラインがあるようならそれに従って欲しいと発言している。アメリカのゲーム調査会社、センサーターの調査によると、全世界のモバイルゲーム売り上げで日本国内のみのセールスにもかかわらず、 本作が2021年3月に第4位、2021年4月には王者栄養、PUBG モバイルに次ぐ第3位となった。また Google プレイのゲームセールスランキングでは2021年2月28日から6月18日まで111日間連続1位を記録した。本作のゲームが配信された後のサイバーエージェントのゲーム部門の売り上げは 2021年1から3月期の連結決算で過去最高の639億円。2021年4から6月期の連結決算では、全市販機をさらに上回る923億円となり、通期の業績見通しを情報修正した。これに関連して、他のモバイルゲーム関連企業の決算説明会で、本作が自社の業績に影響をもたらすかどうかの質問が、 相次いだ。ゲームアプリのリリース後、本作のテーマソングの一つである、馬ぴょい伝説のカバーや踊ってみた動画が、SNS に多数アップロードされ、盛り上がりを見せた。また、馬ぴょい伝説を披露する行為を指して、馬ぴょいと表現されることもあり、2021年7月3日に NHK の音楽番組、渋谷ノートへの、馬娘名義での出演と、馬ぴょい伝説の テレビ初披露が発表された際には、ツイッター上で、NHK で馬ぴょいがトレンド入りした。パカラジ。馬娘広報部に関するカテゴリー、馬4に関するカテゴリー、馬娘、シンデレラグレイに関するカテゴリー。ありがとうございます。